僕あの昔から飛距離誰にも負けたくないぐらい飛距離を出したいっていうキャスティングをしたいんですよね。したかったんですよ。でそういう人たちばっかり集めて飛距離マニアクラブっていうのを作ろうとしてたぐらいなんですよ。それぐらいちょっと飛距離にこだわってて、で、まあ、今回ちょっとこのオシアプラッカーリミテッド、その僕の思いをかなり叶えてくれてるロットなんじゃないかなと思ってます。まず皆さんこれ持っていただいたら分かると思うんですけど、むちゃくちゃ軽いです。もうありえないぐらい軽い感じです。ガイドは全部チタン使ってます。で糸抜けも非常にいいです。もう言うことなしです。今回は高反発の竿なんですけれども、高反発の竿っていうのは、意外と曲がらないっていう、印象イメージ使った方も感じている方多いと思うんですけども、実際投げて使ったらよく曲がってくれます。バットからもよく曲がります。で 160F のフラッシュブーストを今回これで投げてたんですけれども、それでもあの飛距離は遜色なく、だいたいその高反発の竿で軽いルアー使うと、飛びにくかったり、いつもよりも力をすごく入れて飛ばさなかったりしないといけないんですけれども、まあ、そういうのもあまり感じなかったかなっていう印象でしたね。シャープに飛んできました。ルアーも良かったです。で実際魚ファイトしても、高反発の竿の、いいとこ悪いとこってあると思うんですけど、まあ、全てを取れる竿ってないと思うんですよ。で高反発のロッドのいいところ、ファイトしてる時にいいところっていうのは、持ってて耐えてるだけで竿が仕事をしてくれますので、竿の力で魚を上げてきてくれます。ということは、力が竿にすごく加わってます。でまあ、逆を言えば竿が上げてくれるということは、その分体にもある程度負担はかかってると思います。けどその曲がってくれるということで、今回その高反発なんですけど曲がってくれるというところで、そういったところも軽減されていると思います。なので結構ね、持ってるだけで上がってきてます。動画見ていただいたら分かると思うんですけど、こうやって耐えてるだけで上がってきます。これあの平政はもちろんなんですけど、まあ、おそらく他の魚種、キャスティングで上がる他の魚種にも全て対応できるんじゃないかなと思いました。で比較的巻き取りだけで良くなったりするんですよね。あとファイトが巻き取りだけで魚海面まで上がってくるんで、まあ、ファイトも楽だなっていう感じはしました。あとですね、新しいリールシート、段差がなくなってます。これ新しいですね。本当に今までないんじゃないですか。すごく持ちやすいです。なんかあの持ってると、まあ、角があるとね、投げ続けてるとこういうところが痛くなったり、まあ、僕の場合やっぱりその飛距離をすごく重視してるんで、毎回毎回フルキャストで行ってます。フルキャストで行ってるんで、角があるとどうしても痛くなってカバーし始めるんですけど、そういうストレスもなく2日間、400頭ぐらいですけど、すんなり投げれました。 V フロントグリップ、これ大好きです。なんでかっていうと、まあ、僕手がちっちゃいんですよ。手がちっちゃくて円形の太いものを持つってすごく握力がいって疲れるんですけど、それ持つとき円形の丸いものだと親指までしっかり持たないと力が入りにくいんですけど、この V になることによっていろんなところの角度で竿を受け取る、こう力を分散させることができるんで、親指って使わなくてもよかったりするぐらいなんですよね。だからすごく楽だなと思いました。ファイトしててもあのこうやって握って使っててもでブレないんですよね。この手の部位にはまるのでブレないです。で魚とファイトしてる途中も、魚ってまっすぐこうやってファイトできるような素直な魚だったらいいんですけど、こっち行ったりこっち行ったりこっち行ったりするんですよね。でその時にこの部位でしっかり固定してるとグリップがブレずに魚の動きに対応していけるので、これはすごく使ってて使いやすかったですね。まあ、投げれば投げるほど投げたくなるロッドだと思います。で使いこなせばこなすほど、おそらく逆風、横風、まあ、いろんな状況があると思います。例えばナブラにしても、逆風だとうまく、まあ、天ぷらっていうんですか、こう上に上がって落ちたりするっていう状況もあるんですけど、この竿の高反発な竿で曲げて溜めて投げるということで、ものすごいスピードでルアーが飛んでいくので、風とかあまり関係なく自分の狙ったあそこに投げたいっていうところに
スパッと入ってくれるっていうのを必ず実感できるんじゃないかなと思います。だから今まで諦めてたようなナブラ、諦めてたようなもうあそこは届かないから無理かなって思うような状況も、今までいっぱいいろんな状況に皆さん出会ってると思うんですけど、そういう状況でもこの竿だったらあれ届くなとか、この逆風でもあのナブラには届くかもしれないからとりあえず投げようっていう風になると思うんですよ。なのでぜひこれを使って現場で気持ちのいいキャストででかいヒラマサマグロキャッチしてください。